アクソルチャンネル。どうも、アクソルチャンネルです。こんにちは、今日もよろしくお願いします。よろしくね。あ、今日はソラちゃんじゃなくリオちゃんですね。お久しぶりです。リオ、19歳乙女座です。リオちゃん、今日は何の動画なんですか？何も聞かされてないのですが。はい、今回はグッピーの水槽を立ち上げていきますよ。おお、久しぶりのグッピーですね。最近金魚水槽ばかりでしたからね。では水槽の紹介をお願いします。リオ19歳乙女座の至って真面目な A 型です。趣味は映画鑑賞と熱帯魚鑑賞と男鑑賞です。あ、いやいや、水槽の紹介を。あ、ごめんなさい、つい30センチの水槽を縦に3つ並べてみました。縦に並べると約60センチになるので、60センチのライトや60センチの水槽台が使えて便利なのです。今回はね、こんな感じで3つの水槽でブリーダー風水槽を立ち上げていくよ。あと今回はポンプの検証もついでに行いますよ。ポンプの検証ですか、楽しみです。なので最後までよろしくお願いしますね。ではまず3つの同じ水槽ですが、中のろ過器は全部違うのに気づきましたか？あ、本当ですね、全部違いますね。水槽も同じだし、中に入れるグッピーも同じ種類でしょうし、なぜなんですか？変える理由があるんですね。はい、変える理由があるんです。まず左の水槽ですが、こちらは底面ろ過を使用しますよ。あ、砂利でろ過するやつですね。そう、こちらの底面ろ過には親のペアの個体を入れていきます。ろ過能力も高く、昔からのブリーダーさんはよくこの方式を使いますね。ただこの左の親個体の水槽にはろ過器は何でも良いのですが、今回はたまたま底面ろ過をやってみました。次に真ん中の水槽です。こちらは投げ込みフィルターです。こちらも昔からある水作8です。この手の良いところは活性炭やオプションでいろいろ機能があるところですね。ろ過ボーイなど他のメーカーでも良いですよ。メンテナンスも楽でとても良いですよ。立ち上げ初期の活性炭やゼオライトなどはとても仕事をしてくれて助かります。こちらの真ん中の水槽には、制御の水槽に入れるのにはまだ早い、少し大きくなった幼魚を入れていきますよ。そして最後に右の水槽には、生まれたての小さくて可愛い稚魚を入れていく水槽となります。なのでこちらのろ過器は稚魚が吸い込まれないように目の細かいスポンジフィルターを使用します。なるほど、なのでフィルターが違うんですね。そうこう言ってたら水が入りましたね。水はいつもの温度合わせをして浄水器を通した水道水です。それを半分ほど入れて、残りは飼育水を入れました。それでいつものように数時間エアーレーションをして水を回しときます。今回は15時間ほど水を回しときました。では今回検証も兼ねて使用するエアーポンプは、じゃじゃーん、こちらの水作さんの水深の 2S です。60センチから120センチ水槽に適応したポンプとなります。こちらの大きいポンプを使って3つの水槽を稼働させていこうと思います。エアー量もダイヤルで調整できて、静音にも定評があるポンプです。こちらを三方コックを使って3つのフィルターを稼働していきますよ。検証は1つのポンプで3個の水槽をちゃんと稼働できるかという検証ですね。最初は3個のポンプを使って1つ1つつないでやろうと思ったのですが、それだとコンセントが足りなくなるのでやめました。今のところはちゃんとエアー流も出てるし大丈夫そうですね。コンセントには限りがありますから良かったです。では左の底面ろ過水槽に大磯砂を入れていきましょう。いわゆる砂利です。これがゴミをこし取ったり水をきれいにするバクテリアが住み着く場所となります。あ、なんかブリーダー水槽っぽくなってきましたね。砂利は使用前にジャリジャリと洗ってくださいね。砂利はどのくらい入れるのが良いですか？スノコが全部埋まればいいですよ。多ければ多いほどろ過能力は高くなりますが、あまり多すぎたらメンテが大変になるので、ほどほどがいいと思います。
気をつけるポイントとかあったりしますか？底面の川ろ過能力は高いが、汚れが限界を超えたら魚も病気などにかかるので、ある程度の経験が必要になります。早めの定期的な掃除をして水質管理をしましょう。パイプから出てくる泡が弱くなったと思ったら砂利の掃除をしてみましょう。キレの大きなグッピーには水流が弱い底面ろ過はとても相性が良いですよ。交換部品も少ないのでコスパは良いですね。なるほど、勉強になりました。ありがとうございます。ところで今回入れるグッピーはなんていう名前なんですか？今回はグッピーの中でも知名度と歴史や完成度すべてにおいてトップクラスなグッピーですね。ドイツイエロータキシードと言います。一度は聞いたことがあるという方も多いでしょうね。ああ、聞いたことありますね。だいたいグッピーを取り扱っている店舗ならば絶対と言うほどいるグッピーです。一番有名なやつですね。ではあとはグッピーを入れるだけですね。そうね。あ、一つ忘れてた。エアーポンプを水槽より下で使用するときはこの逆流防止弁というものをエアーホースの間にかませて使用してね。じゃないとポンプが停止したときに飼育水がホースを伝って逆流してポンプの中に水が入ってきて壊れますよ。壊れるだけならまだしも床が水浸しになり大変なことになる場合もあるので絶対につけてくださいね。ではそろそろ魚を用意しますね。やっと魚を入れるんですね。水合わせと水温合わせを十分に行い入れていきます。アクソルチャンネル。ではまずは左の親の個体を入れていきます。グッピーなどのヒレが大きい魚は特にこの水ごとすくえる網を使います。国産グッピーのドイツイエロータキシード自家繁殖個体です。親といってもまだ若い生後半年ぐらいのペアです。この30センチ規格水槽は水量は約10リットルぐらいなので入れられる量は1ペアから3ペアほどなら無理なく飼育ができると思いますよ。今回は2ペアの4匹を入れてみました。綺麗なドイツイエロータキシードですね。ドイツイエロータキシードは私が初めて飼育したグッピーなんですよ。なのでいろいろ思い出ありすぎるので今度改めてまた紹介動画を出したいです。その時は皆さん見てくださいね。そして次は真ん中の水槽に稚魚からやや成長した幼魚を入れていきますよ。簡単に言うとサイズが中間的な魚ということですね。はい、そういうことです。今回は大きめですがタイミング次第ではもっと小さく親の水槽に入れると食べられてしまうくらいの小さな個体の時もあります。こちらも本来はもっとたくさん入れようと思えば入れられるのですが少なめの6匹となります。どの魚にも言えるのですがゆったりめで飼うと大きく育ってくれます。あと病気などのトラブルも少なくなると思いますよ。そして最後に右の水槽に稚魚を入れていきますよ。生まれてからの個体から数週間程度の個体を入れる水槽となりますね。あ、ちっちゃいですね。基本的にはこちらの水槽は一匹のメスから生まれた子供を全部入れるという水槽となります。なので数はメスの大きさなどによって若く小さい親で30匹の時もあれば成熟した大きいメスだと100匹近く産む時もあるのでタイミングによって数が違いますね。今回は6匹だけです。ちょっと寂しいですけどね。でもすぐにまたメスが子供を産むのでその生まれた子をこちらに入れるのですぐにまた賑やかになります。あと稚魚水槽には砂利などの余計なものは入れない方が管理がしやすいのでおすすめです。エアアレーションもやや弱めの方がいいですよ。疲れるし餌が食べにくいのでそんなところでしょうかね。説明ありがとうございました。なんだか僕もグッピーブリードに挑戦したくなりました。でもほどほどにしないと。グッピーを突き詰めていくと水槽が何本あっても足りなくなるわよ。そうなんですか。はい、これ以外にもオスとメスを分ける水槽だったり種類を分ける水槽だったり
細かく成長に分けた水槽も増えるし、頑張ってくださいね。マジですか？あ、今回はこの辺りではお別れですが、エアーポンプの検証動画を後日出しますので、チャンネル登録して待っててくださいね。よろしくお願いします。ではまた次の動画で、バイバイ。バイバイ。